2014年4月14日月曜日のコンサート終わりの青いヘアニュースです。ネロです。どうも、まさことございます。はい、本日もですね、こういった素敵な面々とともにですね、月曜シャンソンコンサートをやりきることができました。本当に皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして目の前にはずらりと並んだ日本酒がこちら、やっぱり小町の山さんから差し入れでございまして、せっかくなんでね、女がうるさくてね、女がね、うるさくてうるさくてしょうがないな。じゃあ、乾杯ということで、じゃあ皆様ちょっとグラスを拝借ということでございます。まあ何人目の皆さん、本当に皆さん今日はお疲れ様でした。イエーイ、乾杯、ございまして乾杯乾杯乾杯。はい、服の時でございます。そうですね、服の時でございます。じゃあまあもうこういう風な感じでですね、飲みながらということでございまして、もう本当に何でも構いませんのでね、酔った拍子に世界へ向けてね、いろいろ発信していただければなと。はい、どう、もうともこちゃんの中で、まあちょっとそういう自分のパートでやってもらいますはい、では、まず最初にみなこさんからです。どうぞ。どうも、みなこです。何度目かちょっと忘れちゃったんですけども、何度目かですね。でも結構ね、結構出させていただいてます。その度に楽しくやらせていただいてます。もう戸川先生にお会いするたびにね、むしろお若い時より今の方がお綺麗で、色気が多い、色っぽいのが恐ろしいわ。魔女がいつも本当の魔女になってきたのかしら。こういう風に年を取りたいなと。いいんですか、こんな感じで年取っていいんですか、僕あまりおすすめはしませんけれどもいいんですね、じゃあ素敵な方だと。ありがとうございます。大好きです。いろいろね、ありがとうちゃん、いいよちょいと時々おかわんなっちゃいますからはい、みなこさんでした。それではですね、続いてもう本当に言いたいことがたくさんあるというですね、小町の山こと、山田優さんです。どうぞ。まずグイッと、じゃあ一杯どうよ。じゃあ景気をつけてどうぞ、世界に見てて、ね、最近こませなくなってねあんた何言ってる、さっきみなこちゃんとパローレパローレまあ日本のアランドロンと言われてしまったじゃないですか。今日僕ね、呼び込む時日本のアランドロンを紹介しますって言って出てきたのがゆうさんの。照れるなそれでまたね、みなこちゃんとまあいい感じでおったパローレでもちょっと嫌がられたらそこが味噌ですからね。そこは味噌だ。そこはあんたミントからね。おかしいなと思ってたけど最後プンっていなくなっちゃいますからね女性も挨拶かして、まあそれにしてもね、不毛の愛じゃないあれ不毛の愛か、しみじみとしみじみとシャンソンに通じますよね。いや、そうよ、そうよ。圧倒的にシャンソンの歌詞って男に振られた、女に振られたってのが多いですよね。そりゃまあね、それがなんかこうもやもやっとしたのは歌になってくるっていう。あ、そうですよね、何もかもうまくいってるみたいなね、うん、歌ってなんかこう歌舞伎にもならないんじゃないですか、やっぱり。でもシャンソンの女は結構強いですよね、パッとね僕シャンソン女を見続けてですね、もう数十年経ってるっていう、もうシャンソン女研究家ですからね大体ね、見た瞬間にこの人シャンソン合うなっていうのもう分かります。なんかね、情念深そうな感じですね全体的に情念、美奈子さんなんてね、ほんとね、シャンソンが推してるんですよ。あ、シャンソンが推してる空気がそうなんのかしらね。そうなんですか、情念の人なのよそれでパローレ歌って二人でえ、ちょっと怖いよ。それはね、ほんと僕もちょっと気をつけなきゃいけないな違うか顔を騙しちゃいけないか。それでは私、はい、何を言おうかな。もういいですか。じゃあ続けて、本日の、大トリを務めていただきました光月美智子さんです。どうぞ。私はね、やっぱりね、恋とかいうことはいつも恋してたいんですけれども、やっぱり怖いのね。なんでよ。振られたら立ち直れないんじゃないですか。何を言う、あら、あんなに愛の歌をとうとうと歌い上げた後になんかもうそんななんかさ、なんかしおらしいこと言ってるけど、いや、立ち直れないんじゃないかと思うんで、もうちょっと私生活をとろしなさいよ。だから、これからなんですが、
くれるんだよ。好きな人でもちょっと冷たくなったりしたら私から振っちゃうんですよ。あ、傷つくのが嫌だ。嫌だからね。そういうね、自分が嫌なんだけど、こんなことそろそろに傷つこうと思うんだけど、シャンソンでも何でもね、傷ついた。ちょっとこれはダメかな、最近はとかね、思うのね。そんなね、のねそんなね、あの現実的なこと言わないでよ。すごくあのティ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 ッとね、なんか感じちゃうんですよ。それでね、私が冷たく振ってしまう。あら、振られる喜びっていうのもあんのよ。あら、深いですね。そのね、最近は結構危ないんだけど、あの僕なんか結構快感ですよね。振られる快感？振られるとなんかもう、どうしようなんじゃない。まあ、さすが小町の山で日常的に。だってね、マゾンっぽいのかな。だってね、そうじゃない。手間省けるのよ。どういうこと？どういうこと？女の方から去っていくんだから。あ、確かにね、もつれとかないわけですね。スッと去っていくと、女が。だから本当のね、本当のあれ。じゃあテクニックの山の子。いや、これはしょうがない。あの、女の方がそういう気持ちになっちゃうんだからどうしようもないんだ。こっちはそういうつもりは全くないんだけど、うん、去っていくどういうわけだ。なんか寂しい話になってきましたけど、ちょっと腹立つんだけど、はい、少し経ってやれあれでよかったのかなって。やれよかったよかった。どうなんですか、ごめんね。何がよかったよかった。だからちょっと、だからあれじゃん、コズちゃんとなんかそういう恋愛話をちょっとこっちとか、こっちは今みたいな、あ、やだやでしょ、こっちは傷つくのが怖いという、非常になんかね、そうなんですよ、ね、傷つかないな。え、傷つかない私、絶対な立ち直れないぐらいダメになっちゃいそうなね。その時は数字プラスしたくにされちゃう。ダメなんですよ、長年が。やっぱり自分で弱いと思う。ではね、ちょっともう一方加えて意見を聞いてみたいと思いますけれども、では長谷川智子さんです、どうぞ。やっ、かわいい。私はだいぶ行き遅れちゃったんですけど、何言ってんの。でも最近告白しないでよ。なんか面倒くさくなってきちゃって。面倒くさ。だからさっき楽屋で言ったでしょ、はい、年寄りの金持ちを捕まなくちゃ、これから、はい、そんなことを教えてるんですね、楽屋で。変な教育しないでください、うちの大事な子に。やめてください、もう。もうやっぱこましの山はね、楽屋別にしないとダメですね。なんかもう離れた、もうそこら辺のね、外で楽園しますからね、もうこれからは。年寄りの金持ち、これに過ぎる。なんかさっき年寄りか若いツバメって言ってました。僕若いツバメなのか言われる。君が言ったんだよ。あ、そっか、わかりました。じゃあんたって若いツバメなの、あれなんだよ。いや、なんかついにそこまでなんかやって若いツバメって若いカラスかな。若いツバメでもツバメも養うの大変ですからね。世話したりも餌やったりね、もう大変ですからね。若いツバメは金持ってねえから。一番自分が現実的なこと言ってますね。夢何もない。いや勉強になります。はい、変なとこはもう学ばなくていいんで、はい、はい、そういうわけでございまして、本当にですね、この話を終わらなくなっちゃいますんでね、あとはじゃあ、まあ本当に飲みながら皆さんでということでございまして、じゃあ最後に、カメラの方に向かって、はい、よろしくお願いします。そういうわけで、本当に皆様今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。では本当に、本当に皆さん長いお付き合いだし、また新鮮なね、人たちもどんどん出てくるわけだし、こましもあるし、いろいろ傷つくのがすごく嫌だという、このまあね、年相というか、年相じゃないというか、こういうね、光月ちゃんみたいな、可愛い少女みたいなね、気持ちを持ってる人もいる。傷つくの嫌。はい、収集がつかなくなりますので、ではこの辺で、はい、毎週月曜日は月曜シャンソンコンサートで、渋谷さらば東京で毎週月曜待ってます。絶対来てね、よろしく。青部屋ニュースチャンネル登録はこちら、みんなよろしく。